こんばんは。年齢は単なる番号数字であると訴えかけて、その検証実証をしております山口勲です。昨日は沖縄憲法空手道協会副会長のキャン・トール先生にお招きいただき、ご指導をくださいました。そして会長の木名俊光先生よりこのように鍛錬の色紙をいただきました。まさに、僕にぴったりの色紙でございます。言葉でございます。鍛錬、今日も沖縄県内では41人のコロナ感染者が出ております。日々鍛錬をして免疫力をこれからアップしたいと思います。皆さんもぜひ今いるところで可能ならば自主トレを、筋トレをやってみてはいかがでしょうか。